苗植え体験を行ったのは呉市立長迫小学校の4年生16人です。子どもたちはまず地元の伝統野菜であるヒロカンラン350株の苗を一つずつ手で植えていきました。この取り組みは苗植えから収穫までを体験することで農業への関心や食べ物の大切さを学んでもらおうと呉市が毎年行っているものです。子どもたちは最後に虫や鳥から守るためのネットをかぶせて苗の成長を願っていました。最初はなかなかポットから出せなかったけどどんどん慣れていて楽しくなりました。自分が植えた苗がどんな風になってほしい？大きくなってほんのり甘くなってほしい。今回植えたヒロカンランは12月上旬に収穫予定で、児童たちによる販売体験も行われる予定です。